はい、こんにちは、シャスカです。好きなことで夢を叶えるヒントの71ということで、テクニックを手放し相手をよく見るというお話をしたいと思います。実際ですね、物がよく売れるのはテクニック本とかノウハウ本なんですね。で、即効性があるからなんですよ。で、まあ人間は、まあいい悪いは別にしてですね、脳の中にとにかく楽をしたいっていうのが本能としても埋め込まれてるんですね。脳っていうのは基本手抜き の天才なので、とにかく楽をしたいんですよ。だから私たちの本能って何ですかって言ったら楽をしたいんですね。でそれを満たすために冷蔵庫が作られ、洗濯機が作られ、自動車が作られ、電子レンジが作られ、パソコンが作られ、インターネットが発達し、スマホが発達したっていう。だからまあその私たちの楽をしたいっていう本能を満たすもの、満たすことができるものっていうのが売れてきてるんですね。でそれが科学技術の発展にもつながってきてるわけです。だから楽をしたいっていう本能がなければ、ここまで物理的に満たされることはなかったわけですね。なんですけれども、それは物の世界に通用する話で、実は人間関係とか、そういったものに関してはですね、テクニックっていうのは実はもうほぼほぼ使えないんですよ。なんでかっていうと、そのテクニックとかノウハウっていうのが嘘をついてるわけじゃなくて、テクニックとかノウハウっていうのはそのこと、人間に関することだとうまくいっている人の結果論なんですよね。テクニックとかノウハウっていうのは、例えばその桜の木があった時に、桜の花が咲くのは何でかって言ったら、桜の木の根があって、桜の木の幹があって、枝があって、初めて花が咲くわけですよ。だからその花が咲くっていうの、その花っていうのは結果なんですよね。でその花を生み出すものっていうのが枝だったり幹だったり地中の根だったりするわけですよ。ですからテクニックじゃなくて、その考え方とか、マインドセットって呼ばれるんですけど、マインドセットがすごくちゃんとできてる人が自然とやってしまっていること、その結果そのものがテクニックっていうふうに見えるだけで、テクニックっていうのは結果なんですね。だから結果だけ真似をしようとしてもうまくいかないんですよ。でしかもテクニックとかノウハウを学んでしまった人が陥ること、これはもうどの分野でもそうなんですけど、アフィリエイトしかり、コーチングしかりなんですけど、テクニックとかノウハウを学べば学ぶほど、そのテクニックとかノウハウを使いたくなるんですよね。で、何がまずいんですかって言ったらですね、相手を見なくなるんですよ。自分のテクニック、ノウハウを無理やり相手に当てはめようっていうふうにするんですね。だから病院の先生が薬の知識をたくさん持っていて、相手を診察せずに薬を処方するようなことをやるんです。で、それぐらいだったらテクニックなんか知らない方がいいんですよ。相手を見ないんだったら。コミュニケーションっていうのは双方向なので、一方通行じゃないんですよね。相手に合わせてそのテクニックを使えるっていうんだったらいいんですけど、ほとんどテクニックとかノウハウをたくさん知れば知るだけですね、相手を見ずにまず自分のテクニック、ノウハウをどうやって使おうかって言って、自分のことしか考えなくなりがちなんですね。本当だったら病院の先生みたいに、いろんな検査を受けてもら、患者さんにいろんな検査を受けてもらって診察をして、相手の状態をちゃんと把握して、で初めて自分が知ってる薬の知識をもとに薬を処方するっていうのが本当なんですけれども、そのコーチングなんかでですね、テクニックとかノウハウを学ぶと、それがもうすごいことを習った、いいことを習った、試したいということで、とにかく無理やり当てはめようとするんですね。で結果うまくいかないっていうことになるわけです。大事なのは考え方であり、マインドセットであり、その人だったら絶対にですね、じゃあ何を目標にコーチングをするのかとかって言った時に、相手をよりよく導くためにコーチングをするわけですから、相手のことを知らなかったら所詮テクニックっていうのは選べないし使えないはずなんですよね。極論何もしなくても、ただ2時間3時間相手の話を聞き続けるだけで相手の状態が良くなるんだったら、テクニックなんて全く必要ないわけなんですよ。だからテクニックとかノウハウを学ぶっていうことは悪いことではないんですけど、そのお医者さんが薬の
知識がない、薬の知識がないお医者さんよりは薬の知識があるお医者さんに見てもらいたいのは当然なんですけれども、それよりも大事なものっていうのはまず先に相手のことを診断するってことの方が大事なんです。相手をよく観察していれば、この場合はずっと聞いてあげた方がいいんだなとか、この場合は逆にこっちの方にこう強くリーダーシップで引っ張ってあげた方がいいんだなっていうことが分かってくるわけです。自然とその相手をよりよく導きたいと、その自分のことはどうでもいいと、自分のことはどうでもよくて相手をよりよく導きたいと思えば思うほど自分はどうでもよくて相手をよく観察しないといけないんですね。で、相手のことをよく観察すればもう大概やるべきことっていうのは本当は分かるんですよ。あ、本当に相手のためにやってあげたいっていう気持ちが自分の心にあるのであれば、相手のことを本当に理解できたらもうやってあげることっていうのは自然と出るんですよね。その自然と出ているあのものをテクニックノウハウって呼んでるだけで、それは結果に過ぎないんです。どうでもいいんですよ。本当はその自分の中で相手のために相手を良くしてあげたいっていう気持ち、考え方がもう 99.99% で、その考え方の人が相手をよく観察した後にやってあげたことをたまたまテクニックとかノウハウって呼んでるだけなんです。だからまずテクニックに酔わない。テクニックを手放す。もう一回マスターしたのであったらあなたの中には残ってるはずなので、もうそれを使うことを意識するのじゃなくて、まずどんなことでもアフィリエイトにしても商売にしてもコーチングにしても人間関係、対人があってこそなので、相手をよく見るっていうことに集中してもらった方が間違いなくうまくいきます。はい、今回は好きなことで夢を叶えるヒントの71ということで、テクニックを手放し相手をよく見るというお話をさせていただきました。今回の動画をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。あなたのコーチ白坂慎太郎でした。